バイクに乗せてくれよ。いつになったらバイク出てくるんですか。バイク、バイクは、バイクはどこ行ったの。走らせろよ。だから俺はバイク乗りてんだよ。消費させてくれよガソリンの。乗せてくれよ。だから岐阜の地をバイクで旅します。大丈夫これ。俺はどこを見ているのだ。岐阜の地をバイクで旅して巡り、行く先々で感じたことを記事にしていこうと考えています。岐阜はツーリング先としても人気のある土地のようです。現に岐阜へ向かう途中で飛騨を目指して走る綺麗なお姉さんとも出会いました。眼鏡を取った時のただの、眼鏡をかけすぎた時のただの。三輪車ただのりと一緒に岐阜を旅しているような楽しい気分を味わっていただけたらと思っています。一味も二味も違う旅行、ぜひお楽しみに。